存知の三角のポーズがありますよね。こう体が三角みたいになる。デイ12くらいでやってます。で、そのポーズとこう手を床についてマットについて左の足を上げるっていうハーフムーンのポーズを一緒に行っていきましょう。ではですね、三角のポーズから上げている方の手を腰の後ろで、視線を右のつま先の方にしていきます。で、右手を少し右足より 2,30 センチ前、お顔の下くらいになるところに置きます。で、同時に後ろの足が上がっていきます。で、左手は腰に置いたまま、よいしょ、体を腰の骨、胸、カメラの方に向けますで、左手を上げてもグラグラしなければ左手を上げて半月みたいに大きく開いていくし、もしすごくグラグラするときは手腰に戻してください。一回戻ってきます。左手をマットに置き、左の足を下ろす。体くるくるくるっと戻していきましょう。今度は反対側にしますので、足の向きを入れ替えます。右のつま先を内、左のつま先を外にしたトライアングルポーズ。左の方に、で、最初上げている手を腰の後ろに回してあげて、バランス取りやすくした状態で、見えてるかな、よいしょ、左手を顔の下くらい、右手を腰、ここでバランスが取れない方はずっと床を見ておいてください。で、だん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 バランスが取れてきたら、腰の骨をまず正面に向けて、右手を上げて、左手から両肩、右手指先までがこれ床と垂直になるようにします。三角のポーズの時も手が床と垂直っていうポイントがあったと思います。もっともっとアドバンスに行かれる方は、右のかかとでぐーっと後ろを蹴ったりとか、膝曲げて手で使ったりとか、さらにアドバンスだとこの左手を上げるっていうことができます。熱い。ではゆっくりゆっくり戻ってきますので、まず手を下ろす、離す、上の手をマットに下ろして、右の足をマット、くるくるくるっと戻ってきてください。両手頭の上、足を真ん中で揃えます。すごい、その上は可愛い、この上は可愛い。